いやー、刹那圭介です。ライートをやっていきたいと思います。深夜なのでちょっと声を抑えめ。さて、前回ね、名前知らんわせたけど、猫のやつに遊んでって言ったのに無視されましたが、今回は大丈夫。2度目のトライいきます。遊べー。ん?気づいてくれた。ようやく気づいてくれましたか。あなたの感覚は麻痺しているかのごとく私の声を届けなかった。レビンさんですか。レビン、かっこいい名前やな、猫のくせに。よっぽど飼い主にいい愛情を注がれたんだろうな、レビン。そうですか、紳士やな。あの人の名前知らなかった。髪の毛くるっとした、下打ちとかする女の人が呼んでました。下打ち印象に残っとるよ。よっぽどちょっと気にも取ったんだね。エフィー結構気にも取った。はい、俺もちょっと気にしとっては下打ち。ロザリーか。はい、ありがとうございます。あの緑の子ロザリーって言うんやな。ロザリーちょっとさ、今ちょっとパッと見てさ、そのザリーっていう文がゼリーに見えてね、そのローがね、あの漢字の口にみたいに、口ゼリーみたいな一口ゼリーみたいに見えてしまったんですよね、なんですかどうでもいいや。それではどこ行ったんやあ、ロザリーのところ行ったんかな。これでよかったのかな。頼み事できた。次何しようかな。そうだな、遊び。ピンポンダッシュでもしようか。ピンポンダッシュ。誰もいません。イルスでした。ピンポンダッシュの意味がないね。ピンポン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 。いませんねピンポンピンポンピンポン。いません。ここは空き家バッグです。ピンポンダッシュの視界がない。ピンポンピンポンポン。そもそもここ俺らのところ。お帰ってきとるやん。謝礼的な謝礼金みたいなのもらっていこう。それで、なんだそれでって。こっちがそれでじゃないわ。それでお金の方は、謝礼金の方はいくらぐらいのって聞くところなのに、お前の方がそれでって言っちゃったよ。なんだい、これこっちの方が何か言ったんだろうな。ふむ、何の話だったのかな。ふむ、それでだけでふむとそれでだけで会話しようか。こいつらあうんの呼吸なんじゃふむそれでの呼吸やすごいぞこいつら、仲良しなんやな。あ、もしかしたら あの緑のやつ、ロザリーだったっけ。ロザリーがあのエビーナ、あ、名前忘れよる。あの猫のやつの飼い主だったりするかな。あ、名前忘れよる。飼い主なんかな。そうそう、芝居目の終わったかお前。あ、終わってない。じゃあもう一人、カロルだったっけ。カロルのところに話しかければなんかあるん。何これ、なんなんこれほうきだ。そっちじゃない。俺が気になるのはその隣。これウサギなん。あ、よう見たらウサギじゃ、なんかこれウサギやな、よう見たら。なんかさ、頭が丸っこい、なんかポケモンに出てきそうなもんだからかと思ったウッパーみたいな感じ、ポケモンのウッパーっぽい感じを、ちょっと角ないけど、ちょっとパッと見で見えたけどウサギがこれウサギの耳見えてないおや、今はお一人ですか。そうなんですよ。なんかさ、あの嘘つき野郎はさ、一人で調べ物しおるし、エビンだったっけ、レビンか、レビンはちょっと遊んでくれんし、一口ゼリーの野郎はさ、いつも通りの舌打ち態度やし、そんな感じで遊び相手おらんのです。遊んで、この町には特別な遊び場がないので、こだみには退屈でしょう。あー、遊んでくれんパターンか。遊び方っていうのを教わればさ、遊び場なんかいらんのですよ。なのに、場所を選ばない遊びとか知らんのに。しょうがないな。エフィーは子供じゃないよ。だから退屈じゃない。エフィーっていくつなんやろ。見た目的に確かに、いやー、見た目は子供なんやけどな。頭脳は大人、その名は名探偵みたいなそうですか、
それは失敬。くー、あ、大人だったらさ、突然お腹がグーでなって、あーみたいな展開にならないと思うな。それは子供の特権だよ。おや、よければ何か食べますか。僕はお菓子作りも好きなので、そちらでも良いですよ。お菓子作りできる。女子力高いね。僕って言うけど、女の子かなこれ。カロルって名前じゃどっちかわからんな。どっちだろう、男なんか女の子で僕っ子なんかどっちじゃんこれ。わからんな。わーい、お菓子大好き。あ、でもお腹はいっぱいにはならないや。ん？どういうこと？特別なものを食す種族ですか。あ、竜やけん、これじゃないと満腹にならん的なあるんかな。うん、お兄ちゃん、ちょっと嘘をついてみてください。あ、そうか、嘘を食べるとか言おったな。嘘、お前可愛いとでも言えばいいんじゃないかな。そしたらエフィーナ、私可愛くないって思ってるのみたいなそんな展開になるけど、なんで嘘つくかな。先ほどまで僕は掃除をしていて、その後読書をして、少し前に食事を済ませました。わ、真面目アピールしてきた。これが嘘なんだから、この子はやったらすっごい怠けとるタイプの人間ってことや。めっちゃ出てきてるえ、これ嘘、あ、嘘本体なんだよこの化け物って。なんかなと思ったけど嘘なんだな。嘘が実体化したみたいな感じなんかなこれ。これは物理で殴る。どれが嘘？どれかな。どれが嘘とかあるんこれ。この中に本当も混ざっとんかな。つまりこいつがさ、確か食事したとかさ、読書したとか掃除したとか言ったけど、どれかは本当だったんじゃ。多分食事が本当だと思われる。だってこれ見てみ、ほら見てみ、これ食べ物が机の上に乗っかってある。ほらピカピカ、いや、ピカピカ食う前ちゃん、これ食う前ちゃん、これピカピカってことはさ、盛り付ける前なんちゃうかな。そう読んだってことは食べるのが嘘か。その後に読書した。いきなり読書の方から読書のヒントはもらってないんですけど。本当？知らんけどな。読書の雨がある。なんかちょっと俺は本を浅いよったので雨見つけてしまった。もらっとこう、もらっといたろへそくりの感覚で雨を隠しとった。雨をへそくりする意味あるんかなって感じ。あ、そうだそうだ、前回のパートで視聴者さんにクイズ出したんですよね。エフィーナがもらったお菓子はなんだ。クイズ正解は、これキャンディーは今もらったやつやけん、紅茶クッキーでした。正解者は誰かおるかな。全然動画見てないけん、まだパート1もアップしてないけん分からんけどね紅茶クッキーでした。クッキーでも正解にしとこう。ただ紅茶クッキーって言った人は一番正解で、5枚ももらった HP 回復用のアイテムだった。じゃあクッキーって答えた人には何かしよう。まあおるかどうかは知らんけどな。読書の、あ、これなんかこの本がヒントになりそうやな。本だ、しおりが挟んである。これ読んだな。しおりが丁寧に挟んであるってことは読んだな。でこれ掃除やな。ほうきだ。あ、ほうき汚れ方とかそういうのはないんじゃ。汚れ取ったやしたんだなっていうちょっと手がかりになるんやけどな。ってことは読書は本当や。食事を済ませた。皿がピカピカしとるだろう。嘘じゃんお前。ほら、皿がピカピカしとんじゃ。ピカピカした皿、洗った後の皿を机の上に置く必要ないやろ。やったー、正解や。掃除はしたんじゃ。全然掃除のヒントなかったけど何もらったん今。なんかもらったような。もらったか、なんか装備かな。なんかあったような気がするんやけど、出たん飛ばしてしまったけど、なんかもらったとかそういうんじゃないかな。ちゃうんやな。あ、小さな、ん？
まあいいや細かいことは気にせんでいいや。イベント、え、何これ、はははは、なんか可愛いな、今の可愛い動画やな、あんな動画あるんじゃ、このゲームの醍醐味やな、可愛い、この動画を見るためにこのゲームをやってます感がある。いや、そんなことはないよ、そんなことはないですよ、物語もちょっと気になってますよ。あ、これ見たことあるぞ、これなんかフリームのところでもこの画像はあったような気がする、このシーンだった、空シーンだったんだよな。ああ、嘘をついて物理で殴るっていうのは、あの嘘をついたらこの食うやつが出てきて物理で殴って倒したから食うっていう意味だったんじゃ、あ、そういうことだったんじゃ、ライートってそういう意味か、これはつまりあなたは嘘を食べるということですか。うん、そうだよ。へえ、そんな種族が、うん、そうだよって言うんだ。軽っ。多分エフィーナはさ、あの怪獣の世界に飛び込んだらさ、どんだけ満腹に食えることか、嘘がはびこってますからね、裏切りとか、裏切りは食うんかな、裏切りの心は。僕たちの種族は特別なものを主食としていたらしいですが、嘘が食事とは驚きました。このカロルの種族、何か分からんけど何を食べるかっつったら炎を食べそうな気がするよな俺は。小さいもので言うたら、あのマッチの火から、あとは火事の時のすっごい燃えた家とかも食いそうなタイプ。まあどうか知らんけどね。見た目からしての考察ね。お兄さんたちはこの町からお出かけしたりしたいなの？そうですね、ないです。車などでは通れない道が多く、ここまで来るのも不便だったでしょう。そんなに入り組んどんだ、ここまで。そりゃ来たがる人おらんだろうな。不便？ああ、とても疲れたでしょう。はい。めっちゃ元気や、元気に疲れた発言。めっちゃ疲れたって言葉をめっちゃ元気に読んだ。言うことと現状がすごい矛盾しとるタイプ。それに町を空っぽにするのはとても心配ですし、僕は体が弱いですし、妹もまた弱く幼くか弱い少女ですから。へえ、かわいそうだね。絶対かわいそうだとは思ってないなこれ。かわいそう。あのね、世界のあちこちにね、いろんな国や町があるの。まだ全部見れてないけど、全部違って全部面白いの。世界ってとっても広いの。そうですか。でも僕には家族と一緒にいれることの狭い世界で十分です。あー、愛情を感じるな、この男の子って言おうか女の子って言おうかちょっと迷ったけど、子なんとかの子だけでいいや、子。でも楽しい話をありがとうございました。明日言うと、言わんとこ、今のはダメ、なし。どうしよう、あ、じゃないわ。じゃあそうそう、しばら調べ物終わっとんじゃないかなって思うんで行ってみましょう。お、本選んで読み始めとるわな。なんか見つけた？疲れたなら先ベッド潜って寝てろ。はーい、わかりました。ここで寝るなよ、ちゃんと帰ってくれるから寝ろよ。じゃあな。さて、じゃあ寝る前にセーブしよう。よいしょ。はい、というわけで今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。深夜なんでちょっとカミカミですが、ここまで、仕上げ。やっとね、変わった。